清潔感がないように見えやすいです。膨張してお顔が大きく見えてしまったり、コンプレックスを感じる部分でもあるので、皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。今日のテーマはお土産です。髪の毛と産毛の真ん中の部分、髪の毛と同じで人それぞれ太さや生え方が異なります。もみあげのお手入れ次第で形や長さが変わり、お顔の印象もガラリと変化します。もちろんヘアスタイルの印象にも影響を与える大事な部分となります。またもみあげは濃い、長いなどコンプレックスを感じる部分でもあるので、密かにお悩みを抱えている方も多いです。ただお手入れ方法って誰かに教えてもらうこともなく自己流が多いので、今回は垢抜けて見える理想の形や長さ、お手入れの方法をご紹介していきたいと思います。まず理想のもみあげの形は逆三角形、先細に仕上げることです。中でもキュッとすぼまるような形だとクールな印象、毛先もちょっと丸く残すと柔らかい印象になります。もみあげの長さが長すぎても短すぎても男性的に見られやすく、お手入れをせず伸ばしっぱなしだと清潔感がないように見えやすいです。眉毛と同じで少し手間をかけてあげるだけでも印象を変えることができますし、ちょっと整えるだけでも垢抜けるポイントになります。次はもみあげの長さです。お顔の雰囲気だったりヘアスタイルによっても似合うもみあげの長さは異なるんですが、私のおすすめのもみあげの長さは耳たぶのラインから耳たぶから1センチ上のこの幅で調整することです。短すぎるとお顔を引き締めてくれる部分がなくなってしまうので、膨張してお顔が大きく見えてしまったり、先ほどお伝えしたように長すぎると清潔感に欠けてしまう印象となります。耳たぶの長さから耳たぶよりも1センチ上の幅、このあたりでもみあげを整えておくと間違いないので、ぜひ覚えておいてください。では実際にもみあげのお手入れをしていきましょう。おすすめなのは電気シェーバーです。カミソリを使ってしまうと顔全体に産毛が生えているので、お手入れしたところとしていないところの境目が出やすいです。またカミソリだと皮膚を傷つけてしまう恐れもあるので、慣れてない方は絶対に電気シャイバーの方が安心です。まず太く生えている髪の毛の部分は絶対に剃らないでください。チクチクしてしまって不自然に仕上がってしまいます。私はいつももみあげを親指でぐーっと引き上げていただくと見えますかね、ちょっとこう産毛が見えてきます。ここを逆三角形のシルエットを意識して取っていきます。上から下へ、こちらも上から下へ、それだけでもちょっと綺麗に整ってきます。ある程度産毛を取ったら一度下ろしてチェックします。まだもうちょっと整える必要があるなと思えば、先ほどの動作を繰り返していきます。親指でグッと引き上げて髪の毛の部分も反らないようにしていきます。ついでに耳の下ぐらいまで産毛ちょっと綺麗に取っておきましょう。こんな感じですね。もともともみあげの長さが短くて濃くない人だったらこれだけでも十分綺麗に整います。ただもみあげが長いなーっていう方は、くしとハサミを準備して前にグッと引き出してあげて、出てきたところだけちょん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 な感じでちょっと切ります。ここまで来たら少し自分でちょっとずつちょっとずつ切ってあげてもいいかもしれないです。もっともみあげが濃いよっていう方は、最近だと市販ですきばさみが売ってたりとかして、一般的に持ってるよっていう方増えてきてるので、すきばさみでちょんちょんちょんと整えていただいてもいいかと思います。
眉毛のお手入れよりも簡単なもみあげのお手入れ。ただやり方を知らないだけでずっと放置している方がほとんどです。もみあげとなる部分の内側の産毛を取っておくだけでもすっきりと見えますので、ぜひ気になる方は一度お試しください。今回は意外に知らないもみあげのお手入れをお伝えいたしました。普段の髪型で耳にかけるヘアスタイルが多い方は必見です。ぜひぜひやってみていただけると嬉しいです。今日も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。もしわからないところがあればコメント欄もぜひご活用ください。ではまた次も皆さんが楽しめる動画をお届けできるように頑張っていきたいと思っております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。さようなら。